です。今回はこちら呉竹さんのプリンカラーロット徹底レビュー。おもろいなって思ったのがペン先がねこういう感じでプニプニしてるらしいんですよね。一応ねアマゾンさんで購入して4色セットで700円ぐらいでした。他にもね12色で1900円ぐらいのものもあったので、ぜひねお財布と相談しながら見てみてください。でこんなペン先初めて見た。あ、普通に描けるね。おー、ちゃんとねちっちゃい点も描けるわ。で力の入れ具合ではこれぐらい細い線も描けます。でもなんかこの段階でちょっと可愛いんやけど、どうしよう。今気づいた。これねペンの反対側に細い方も入っとる。これ使えば、あ、いいね。めっちゃ細いのも描けます。これね1本あるだけでも十分かもしれない。絵も描けるし、なんかノートとかにね大事なところとか線引いたりするときにも使えますね。装飾とかにも使えるし、え、可愛い。これ可愛い。ちょっと紙商品だわ。え、ま、量多い方にすればよかった。12色入りで買えばよかった。4色しか買ってない。これめっちゃテンション上がる。え、これいいですよ。買った方がいい、マジで。このねペンでね丸を描くときってね、結構一個一個のこういうサイズが違うかったりね、なんかちょっとめんどくさい時があったりするんですけど、これだったらね確実に丸も描けるし、この点々の具合でねこう密度とかも表すことができるし、使った感想で言うとありありあり、めっちゃありありありだし、700円ぐらいで4色だったらねめちゃめちゃ安いんで、まあ絵だけに限らずノートのね線引きとかノートのこの装飾とかにも全然使えます。インクのでも全く問題なくサラサラって出てくれますね。これはめっちゃいい買い物したわ、はい、って感じで絵をね描いて終わろうと思います。よかったらね他の動画を見ててください。じゃあ GO。Thank you.